はい、ご出身が鹿児島でございますけれども、鹿児島から東京に住んでみて、最初にどんな印象を持たれました？いや、 やっぱり、非常に都会だなと、率直に思いました。ただやっぱりこう自然もすごく残っていて、まあ、公園なんかもそうですけれども、たくさんそういう自然も都会の中で残ってるんだなっていうすごく印象、なんかもう本当に見るだけかなと思いましたけれども、意外とそういう自然もしっかり残っているっていう、そういう印象がありますね。なるほど。で、前園さん、ミニブタのセブン君ね、可愛いですよね、飼ってらっしゃいますけれども、はい、セブン君とお家のご近所でお散歩されたりするんですか？え、たまにするんですけれども、まあでもちょっとね、最近大きくなりすぎましたから、70キロあるんですね。だいぶ大きくなりすぎてですね、家の近所でちょっと収まらなくなってしまったので、まあちょっと遠出してね、東京近郊でちょっと散歩させたりもしてますけれども、小さい頃はよく散歩させてましたよ。なるほど、すごい成長されてるんですね。もう止まりましたけど、まあ、70キロって僕と体重一緒ぐらいですから。そうなんですよ、もうあれですか、歩く時はじゃあ結構ゆっくり、まあ、そうですね、すごいスローなので時間もかかりますから。ただまあ公園なんかも近くにあってね、はい、まあ、自然が残ってる公園とかでは散歩させたりしますね。ちなみに大体1回の散歩は何分ぐらいされるんですか？何分、本当にこう 100m 歩くのに15分ぐらいかかりますからね。すごくこう スローなんですよ。だからすごい、まあなんか時間もかかるし、その割に距離はあんまり行かないし、散歩じゃないんじゃないかなって感じしますけど。じゃあ本当にのんびりとね、はい、周りの景色楽しみながら。そうですね。なるほど。で、宇子さんはね、東京ご出身ということで、東京散歩と聞いてどんなイメージ持たれました？もう大好きって思いました。普段からよく歩くんですよ。天気さえ良ければもう2駅分、3駅分ぐらいは平気で歩きますし、結構バスに乗っていろいろ行くのが好きで、バスでこう景色がずっと見えるじゃないですか。だから、あ、この公園気になるとか、あのお店なんだろうって思ったら次で降りればもう歩いて行けますから、そこからこうぐるぐるお散歩してちょっと冒険してみるというか、わざわざ遠くに行かなくても旅ができるので、健康的ですね。好きですね、結構お散歩されるんですね。しますします、宇子さんの場合はちなみにお散歩しようと思う時はどのくらい、何分くらい歩いたりするんですか？でも休みの日は本当に午前中から出て夜ご飯食べて帰ってくるまでとか。じゃあ現地に中、うん、たくさん歩く、ね、歩きますね。いいですよね、でも健康で、健康で本当にいいと思います。前園さんは全国各地飛び回っていらっしゃるんですけれども、はいはい、訪れた場所でお散歩はされますか？そうですね、時間があると、まあ、食べるのも好きですし、その街を知るっていうところで散歩したり、あと必ずジョギングシューズを持っているので、まあ、ちょっとランニングしながら、ランニングスーツをその街を知ったりして、まあ、たまに歩いたりとか、必ずそれはもう自分のこうライフワークになってるかなっていうところですね。なるほど。セブン君がそこにいなくてもお散歩は。いや、そうですね、必ずセブンと同伴じゃないですか。一人でも散歩してますからね。いいですね、結構セットじゃないですね。さあ、宇子さんもね、先ほどお散歩大好きとおっしゃっていただきましたけれども、はい、宇子さんにとっての東京の魅力ってどんなところだと思います？それはやっぱり街ごとに全く雰囲気、色が違うということじゃないですか。例えば、ここ日比谷と六本木、新宿、浅草、吉祥寺とかも全然違いますよね、雰囲気が。まず行く場所によって、そのちょっと服装とかバッグも変えてみたりとか、そういう楽しみ方もできますし、本当にちょっと電車やバスに乗っただけで全然違う楽しみ方ができるっていうのが東京の魅力かなと思います。なるほど。近いけれども景色が全く、ね、変わってきますもんね。ちなみに宇子さんのお気に入りエリアはありますか？ね、お気に入りエリア行きたいですね。やっぱり好きなのは渋谷の周りです。渋谷の周り、ど真ん中 の、 ね、交差点のあたりっていうのももちろんね、学生時代なんかはよく行ってましたけど、今はその周り、こう代々木から青山、代官山、中目黒、こう西区新線とか、あのあたりの、私は渋谷ドーナツと勝手に呼んでるんですが、あのあたりはすごく好きです。意外と自然が残っていたりしますね。そう、公園もあるし、静かな神社とか、お寺とかもあるし、確かに街並みもね、おしゃれだったりして、はい、ね、歩いてて気持ちいいですよね。まあ、さて、ツアーといいますと、日本や世界の有名な場所を巡るイメ
ージがあるんですけれども、東京をツアーで巡るということについてはどんな風に宇賀さん思いますか？最初ちょっとびっくりしました。その発想がなかったというか、東京生まれ東京育ちですし、東京でツアーって思ったんですけど、さっきのパンフレットも、ね、拝見したんですが、意外と知らないことたくさん書いてあって、やっぱり教えてもらって巡ると全然違うんだろうなと思って、これは面白いなと思いました。新たな発見ができそうですね、うん。今宇賀さんにお伺いしたんですけど、前園さんはちなみに東京のお気に入りエリアはどこでしょうか？そうですね、僕も自然が好きなんで、僕はよく、よく散歩してるというかジョギングしたりするのは、等々力飛行区とかよく行くんですけど、その辺りからずっとこう、二子玉川とか抜けて、それから駒沢公園に行くっていう、公園とかをこう自然のあるところをこう散歩したりとかジョギングしたりするのが好きで、意外とこうあれ世田谷近辺も自然が残ってるところが多かったりするので、走ってて歩いてて非常にこう気持ちいいかなっていう場所ですよね。ね、結構お二人ともね、顔が知られてらっしゃいますけれども、歩いててやっぱり声かけられたりしますか？私はほとんどないです。もうそっとしてもらってる感じ。多分気づかれないし、そもそもあと普段もっとひどい格好してるので。どんな格好してる？気になりますよね。結構ラッキーな格好。そうですね、カジュアルですし、本当に休みの時ってずっとすっぴんなので、お仕事の時しかも。なるほど、ね、前園さんなんかはね、佐藤君といると余計に、結構目立ちませんか？周りの人からこう、そうですね、注目されません？僕よりもミニブタの方にみんな注目しますから、意外と気づかれないと思います。なるほど、佐藤君に目がいっちゃうっていう。見上げたら前園さんだったみたいな。そうですね、あとワンちゃんとも一緒にお散歩したりします。さあ、それではですね、トークショーの方はそろそろお時間が来てしまっているんですが、お二人の知っている東京散歩のおすすめスポット、ね、今もいろいろお話しさせていただいたんですけれども、最後にですね、特にという感じで、じゃあ前園さんからお願いします。そうですね、さっきも言ったんですけど、本当のコースは、本当教えてください。等々力渓谷今人気なんですけど、渓谷から抜けて、あと世田谷の岡本って場所があるんですけれども、カンパチを越えたね、あなた自然が残って、そこずっとねこう散歩しながら、あと上野毛にね自然公園ってあるんですよ。ここはちょっと湧き水なんかもあったりしてすごくいいんで、そこ行って最後駒沢公園って、公園しか行ってないみたいな感じになりますけど、最後駒沢公園でこうゴールするっていうね、それが非常にこう、自然もこう満喫できる非常にいいコースかなと僕は思ってます。宇賀さん、行ったことあります？ないです。知らなかったです、今二子玉川なんかもね、こう公園大きい公園に行ったりしますけど、やっぱりいっぱい歩いてみないと。そうなんですよ、知らない場所、歩くと発見がありますからね。ですよね、ちょっと皆さんもね参考にしてみていただきたいと思います。宇賀さんはどうですか？そうですね、渋谷ドーナツ以外で言うと、本当のところを言うと、屋根線って言葉がありますけど、谷中、根津、千駄木、今人気ですね。そうなんですよ、私は大体根津神社からスタートして、あの辺りをこうぐるぐる回って、古本屋さんとか、ちょっとねおしゃれな小さめの雑貨屋さんとか、すごくセンスのいいお店がたくさんあって、そんなところちょこちょこ巡りながら、こう谷中の方に行って、こう銀座で、谷中銀座ってありますよね、あそこでこうちょっと食べ歩きしたりして、そのままこうずっと墓地を抜けて上野の方まで行って、最後上野公園でのんびりするのもいいし、美術館なんか行ってもいいですし、かなり歩きますけど、いいです。ちょうど日曜日なんかゆったりしてて、また新しいコースですね。そうですね、いいですね、ちょっと真似したくなりますね、人の聞くとね。